はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日の動画はですね、ちょっと報告動画なんですけれども、最近めちゃめちゃ暑いですよねアイスコーヒーが本当に美味しい季節ですよね。でそんな時におすすめしたいね、特別な豆を今回ご用意しましたんで皆さんにお見せしたいんですよ。こちらですね、以前僕がアバウトアースコーヒーさんとタッグを組んで、作らせていただいたカズマックスオリジナルのこのセカンドブレンド、サマーブレンドですね。これを、作り直しましたんで、作り直してもらいましたんで、これを再販したいと思います。内訳としてはエチオピア、ケニア、インドネシア、まあ、前回と同じですね、全く一緒。でもやっぱりコーヒーって農作物だし、1年通して全く同じってわけじゃないから、去年ともしかしたらズレがあるかもしれないから、それはね、僕ちょっと佐野さんにお願いして、まだカードをすらないでくださいって言ったんですよ。とりあえず今ね、豆だけ送ってもらいました。テストの豆を送ってもらったんで、これを今から僕が飲んで味わいに違いがないか、そしてちょっと加えたいこととか、こうメニューの修正とかないかだけちょっと今から確認したいと思います。それをしっかりやらないと、まあ、カズマックスブレンドと呼べないんで、まあ、多分この動画が出てる頃にはもう概要欄に、ね、リンクが貼ってあると思うんで、もしよかったらご覧ください。いや、さっき自分でもね、動画見てたんですよ、去年のやつどんな風に作ったかなって。いや、そしたらめちゃめちゃ、自分で言うのもなんだけど頑張ってたよねすごい時間かけて遅くまでやって、これぞっていう味わいを作ったわけですよ。まあカズマックスブレンドらしさ、ファーストブレンドから続く、華やかさっていうものをしっかり大事にしながら、夏らしいね、アイスにもホットにも、まあ、特にアイスにいい、華やかさと甘さ、そして苦さのこう調和の取れた味わい。ファーストブレンドよりも結構しっかりめにいって、苦さを出しつつこのバランスがいいっていうね、フルーティーで甘く苦いっていうすごくいいコーヒーよまあそもそも僕が飲みたいコーヒーですからね、本当に美味しいコーヒー、自分的にいいものを作ったつもりです。で今回それをね、サオノイさんも再現手伝ってもらいまして、本当にありがとうございました美味しく飲みたいと思います。すでにいい香りがしているいやー、待ってた、これが飲みたかった。あーあー、しっかり系やね。あ、油分がねテラテラしてていい感じですよ。はい、こんな感じ、テラテラしてるでしょう。油分がしっかり浮き出ております。はい、それでは、早速入れていきたいと思うんですが、何グラムにしましょう。ホットもアイスも飲みたいからちょっと多めに入れるか。30グラムくらい使って400ミリリットル入れてみますか。ただね、正直ちょっと去年と比べると焙煎が深いような気がするなうん、正直言って。よし、じゃあ分かりました。これから僕これ入れてみて、ちゃんとカズマックスブレンド、サマーブレンドの系統の味かどうかを見て、そこから焙煎度をちょっといじれるか、サノイさんと連絡をして、さらにその味を見て、ちゃんと、この動画を見ている視聴者さんには、完成品のカズマックスブレンド、サマーブレンドが届くようにしたいと思います。ちゃんとそこはやりますちょっとね、深いような気がする。うん、いやでも香りはね、やっぱりねカズマックスブレンドなんですよ。このエチオピアが入ったことによって、あとケニアもいるしね。うん、華やか系の香りがする、柔らかい。よし、OK、いい感じですね。よし、じゃあ入れていきましょう。まあ正直ね、予想外の展開ではございましたがまあでもこういうことがあるからね、まあ動画として面白いよねいや、まるまるお見せしますから。むしろこういうやり取りがちゃんとあった方がさ、僕がしっかり美味しいと思えるものを出せるから。いい香りうん、やっぱりドームの感じを見ても、粉のお湯のキャッチ具合から見ても去年のより若干深いね。まあコーヒー豆の油分の出方って保存状態とかによっても変わったりするんですけど、冷凍庫にずっと入れてたら油染み出しにくいし、常温にずっと出しておけば油がですぐテラテラになったりもするし。
いいね。正直カズマックスブレンドをさ、あの出したばっかりの頃、特にまあファーストの頃、こういう動画を撮るのにもさ、もうほんと完璧にしなきゃと思って、めっちゃあの正直冷や汗かいてたもんだけど、むしろ今こういうハプニングすらもこう楽しめるようになったよ。いい香り。よし、オッケー、なみなみ。こんなもんですかね。まあ、こんくらいたくさん入れればね、ホットでもアイスでも両方同時に楽しめます。ただこうやって多くすると抽出時間長くなって苦く渋くなりがちなので、普通に入れるよりもちょっと早めにお湯を足してあげた方がいいかなとは思います。特にサマーブレンドはちょっと苦味を強調しているのでね、不必要に苦くなりすぎないようにいい時間でおろします。よし、回収。よし、オッケー。よし、はい、というわけでこちら、カズマックスブレンド再半分のセカンドブレンド、サマーブレンドの、アイスコーヒーとこちらホットコーヒーが両方出来上がりました。今回ね、アイスコーヒーあらかじめ冷やしてないんで、氷が溶けちゃって薄まっちゃうんで、先にちょっとこっちからいただきたいと思います。あ、そう、あの父の日ブレンド、フィフスブレンドほど苦味に寄っていないから、そう、ここで優しくね、あー、この苦味と甘みと油分のバランス、あ、すごいいい。あれ、なんかちょっと待って、むしろ去年よりうまくねえか。ちょっと待って、ちょっとちゃんとしっかり見ます、もしこっちの方がちょっといいなって思った場合はこれもありえるから、あー、うまっ。ちょっと待って、ホットも飲むわ。ちょっと水で口洗って。あのね、明確に僕の意見分かりました。一瞬で分かった。やっぱりホットの方がしっかり明確に味が分かるから、これを飲んで、思ったのね、やっぱりちょっと深いかな、前回よりも。確かにカズマックスブレンドの系統の華やかさ、甘さ、そしてサマーブレンドの特徴のちょっと深い感じが調和取れてるんだけど、ホット飲む感じ、もうちょっと浅い方がいいかな。これはこれで非常にうまい。出せるならこれでも出したいくらいなんだけど、去年カズマックスサマーブレンド飲んでくれた方々がリピートしてくれることを考えると、やっぱりちょっと去年に近づけた方がいいと思うから。非常にバランス取れて美味しい豆なんですが、もう気持ち焙煎度を抑えるように、あのサノイさんとちょっと連絡したいと思います。でもね、系統はまんまですね。やっぱりエチオピア、ケニア、インドネシア。ちょっと前回の僕のコメントを見ますね、暑い夏でも美味しく飲めるブレンドをイメージしました。ホットはもちろん、アイスにもできる強めの味わいと続けて飲める柔らかさと甘さを共存させています。焙煎が深い分フルーティーさは抑えられていますが、濃度の調整や抽出方法によって柔らかくも強くも楽しめる、前回とはまた違った魅力のブレンドができました。まあ、前回ってあのファーストブレンドね。もう気持ち華やかさがあるのがカズマックスブレンドかな。でも心のどっかでこれでも出してもいいんじゃないかって思ってる自分もいる。これは悩みどころやな。今回はね、アバターさん言ってないんですけど、同じくらい悩んでるわ。いや、本当は自分好みの本当に美味しいコーヒーを探すのって楽しいんですよね。楽しいからこそ再現なく考えちゃうんだわ。いや、うまい。よし、 OK、 決めました。ちゃんと焙煎度をちょっと調整する、サノイさんにお願いする。で、この動画が出てる時には、もう注文ページあると思うから、そこで買えるものは完成品にしておきます。ちょっと焙煎が浅いバージョンですね。で、それは
今週、まあ、この動画出てる週の、コーヒーナイトで皆さんにお披露目したいと思います。そうしよう、よし、OK それまでに僕は飲んでちゃんと確認をしておくんで、皆さんにそこでお披露目という形を取りたいと思います。まあ、ぜひぜひね、こちら、サマーブレンド再販分よろしくお願いします。ちょっとカードも変えるかもしれませんけどね、今回はちょっとリアルなところをお見せしました。カズマックスブレンド、こういう風に再販を考えて、やり取りをして皆さんにお届けするようにしておりますという動画でございました。なかなか面白いハプニングだったな、うん、いやしかしうまいね。やっぱり夏でもコーヒーですよアイスもいいし、ホットも本当に、うん、あー、おつなもんですぜひぜひね、両方楽しんでみてください。はい、というわけで今日のカズマックスの、コーヒーワールドでございました。また次回お会いしましょう。カズマックスブレンドの概要欄からぜひよろしくお願いします。じゃあね。これだ。うん、オッケー。はい、完成です。